仕事でお疲れのところまた残ってもらってありがとうございます。あの安全委員会で今回は心肺蘇生法の訓練と AED、 今駅とかですね、あちこちにこう街中に置いてあるんですが、実際そういった場面に遭遇したときに、医療機関、医療従事者でありながら何もこう手も足も出せなかったという意味では、後々やはりこう後悔することもあると思いますので、今日は一度だけでもこう見たり触ったりすることで、まあ本当そういうことに合わない方がいいんですけども、そういった場面に遭遇したときに、それずつこう自分の準備ですね、手助けができるように、今日はちょっと看護師、うちの看護師が指導してくれますので、練習してみてください。よろしくお願いします。まず倒れている人を見前に、なるべく見えるところに前に出てきてください。あとでするときに どこら辺を触ったらいいのかとか、こっちでもいいですけど、倒れている人を見つけたらまず声をかけて意識を確認します。肩を叩きながら大声で言います。大丈夫ですか、大丈夫ですか。で、助けを、なるべく人を集めるのに助けを呼びます。誰か救急車をお願いします。 AED の手配をお願いします。で、救急車と AED の手配をします。そしたら気道の確保をします。で、気道の確保をする前にですね、異物が口の中にある場合があるので、そういう時は指にガーゼとかを巻いて吐き出します。指で巻いてないと吐き出しにくかったりするので、タブレットもらってないとは安全さんにで、片手左側にある方の手をおでこに乗せてで、首の後ろにこう手を置いて、首を持ち上げるような感じにする方法もあるんですけど、あと顎にこう手を置いてグーッと顎を持ち上げるような方法もあります。で、その後呼吸と循環の確認を同時に行います。患者さんの胸を見ながらですね、鼻と口の近くに頬を近づけます。で、循環の方がですね、ここの頸動脈、喉仏がちょっと外側にありますので、そこを強く押さえすぎないように軽く触ります。で、脈が遅くなっていることがあるので、10秒以上は呼吸で呼吸なし、循環なし。したら心肺停止確認したら心肺停止を開始します。で、人工呼吸の方はまず2回息を軽く吹き込みます。鼻を手で押さえて胸を見ながらですね、吹き込みます。この時もしうまく胸が膨らまない時はもう一回気道確保して見直してください。で、次に胸骨の圧迫ですけれども、肋骨の 両縁をずっとたどって真ん中に取ってもらったらですね、合わさる部分があるので、そこから大体指2本分ぐらい上をですね、もう手の根元で圧迫します。で、指はもうこう組んでもらった方がですね、他の肋骨とか押さないで済むので、組んで行ってください。大体30回ですね、1分間に100回押すぐらいのペースでまず行ってもらって、で、次にまたすぐ人工呼吸を2回やってみます。先ほどと同じような方法、AED の方が到着し次第も途中でやめて AED を優先させるということなので、あとは機械が言いますので、その通りに間違いないようにしてもらうのと、袋を破いてパッドを取り出してください。袋を破いてパッドを取り出してください。パッドの一つをシートから剥がして図のように右胸に貼ってください。パッドの一つをシートから剥がして図のように右胸に貼ってください。
パッドの一つをシートから離して布のように右胸に貼ってください。パッドの一つを布のように右胸に貼ってください。パッドの一つを布のように右胸に貼ってください。離して左脇腹に貼ってください。もう一つのパッドをシートから離して左脇腹に貼ってください。体も触らないでください。心電図を調べています。体に触らないでください。心電図を調べています。電気ショックが必要です。充電しています。体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと押してください。電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。で、AED が終わってもまだ心肺とかが再開すれば、ただし胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。心臓圧迫から開始します。貼ったままでいいです。あ、向こうの郵便屋さん、ちょっとすいません。胸骨圧迫と単純呼吸をして2回吸い込むのがワンクールとして、5クールを行ったらまたこの AED ホームに救急車が到着するまで救急隊到着まではこれが待たないですよね。あと本物の AED には訓練用と、あとはフェーディング用と調理用とかいろいろ入っているそうなので、それもパッドを間違えないようにして見て貼ってもらうことですね。あと AED 貼るときは傷病者の耳のところが抜けてないかとか、あとパッドはしっかり密着しているかを見るということですね。あと患者さんから今離れてくださいということが絶対に離れて、人が触ってる時に通用しないようにとか、そういうことも大事なところですね。であとショックは必要ありませんっていうメッセージが流れる時があるそうなんですけど、その時はですね、直ちにまた心肺蘇生の方を開始してもらって、でもしこう救急車到着までに患者さんの意識が戻ったりとか、胸骨圧迫と人工呼吸を続けてくださいとかいう時はですね、その時やめてもらって様子見てもいいんですけど、絶対また目を離さないで観察し続けることが大切だと思いますので、